つ崎シャハナは日本の女性歌手。秋田県秋田市出身。血液型は、O 型。ハイウェイスター所属。本名、佐々木さやか。愛称は、さや姉。高校時代にはオーディションを3つ受け、すべて最終選考まで残った経験がある。17歳の頃には、a ベックスドリーム2 0 0 0最終選考進出。さらに19歳の頃には、 アサヤンの超歌姫オーディションにて最終審査の3名に残った。その後、2009年にアニマックス主催の第3回全日本アニソングランプリで優勝し、2010年1月にテレビアニメ、戦うしシ匠ザブックオブバントラ後期オープニングテーマ、星あやのリピエノで歌手デビュー。2011年11月23日に自身初となるアルバム、 シンパセティックワールドをリリース。アルバムリリースを機に同じく自身初となる東名阪でのツアーを2012年1月に大阪と名古屋、2月に東京と秋田で開催した。2017年11月に俳優、スーツアクターの和田三四郎と結婚。全日本アニソングランプリには佐々木さやかとして出場したが、これも芸名であり、本名は佐々木さやかであると本人が、 ブログで言及している。オタクであることを公言している。アニメファンで、アニソンシンガーになりたくて、オーディションを受け、この業界に入ったと発言しているほど、アニメと、アニソンが大好き。夢が叶った現在もアニメファンは継続中で、自身が見ているアニメについて語ることもある。また、好きなアーティストとして、栗林みなみを挙げている。また石田明のファンである。 第3回全日本アニソングランプリのファイナリストで、元アイドルの瀬口かなと親交があり、さや姉、ラミタンと呼び合う中である。ありがとうございます。